ヤガチャガチャンネルは。はいどうもヤガチャッチャーというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしておりますフーラの試練、実況プレイ動画パート3でございます。というわけでございましてね、今回もね、フーラの試練頑張っていきましょう。さあ前回お話ししてますが、今回はフーマン盾があるので死ぬに死ねないんですね。なのでちょっとお竜にある程度流れを任したいと思ってるんですよね。お竜仲間の中では本当に優秀なので、あのお竜から目を離さなければ原則お竜は役に立ってくれるんですよね。よいしょ。ただねこのね目つぶしを選択されるとね微妙に損した気持ちになるんだよね。目つぶしじゃなくてなんかもっとガンガンやっていいよって。マムーンはまずい、マムーンはマジで落ちるぞ。帰ろう、お竜がマムーンに会う前に帰ろう。よし、さあ6回、さあまずハブーン倒して、さあで次に鬼面武者、後ろからさらに、あー飛脚だー。山頂の町まで持ち物運んでやるけどどうする。ちょっとお前そこで待っとれ。あーここ崖だから壺割れねえな。いや自力で行くよ。般若武者は弱いので別にいいかなですね。般若武者は正直ただの経験値なの で次のフロア行くところまでに正直、あ間違えた、レベル8にはなっとかないとしんどいかなと思うんで、はっ、まあ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 これで、でどうせここもうあれでしょ、嵐のせいでやばい、ういね、お竜の目を離してお竜がレベルが上がった敵と対峙して勝手に死ぬが一番やばいんで、どうせ雑草と雑草でしょ。あドラゴン草だ、ドラゴン草1個あったのでかいっすね。でまあ雑草を食っといて、よいしょ、次のフライ行きましょう。でここでちょっとあれ、あ今円筒の腕輪つけてるのか、だからか。よいしょ、変化の壺に弓矢入れて、風魔盾識別の巻物、ちょっとねこんな感じでこの後のために変化の壺に弓矢を入れていきましょう。命の草、でさらに6個のがあるよね。鉄鋼の盾、ドラゴン草、くびれた壺6、入れ替わりの杖。くびれた壺が何かにもよるな。ただ壺がないとこの後イベント発生できないんだけどな。こっちの壺いらねえかな。でそしたらとりあえずこの壺割っといて、でこれで風魔盾をおプラス2だぜ。しかもまあまあちょっとこれは使えねえけどさすがに。でまあ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 風魔盾を取り出しておいてちょっと運用していこうかなって感じですね。で死の使い一撃なんで、お竜がなんでちょっとお竜をふんだんに。ただねここで怖いのがね、骸骨魔道にねお竜が飛ばされるパターンがあるんですよね。中に1個ね、なんか高飛びというのかな、なんかどっかにランダムでポーンって飛ばされちゃうっていう効果があって、それをねお竜が食らっちゃうと、お竜が完全に分離しちゃうっていうパターンになるんですよね。それがちょっと怖くて、なんでちょっとここに感謝さすがに徒歩かな。死の使いは美味しいですね。オッケー、あー真空切りある。まあ、召喚の罠っていう周りに敵呼んじゃうって罠ですね。ただこれで、お竜にも入っちゃうんですけど、これで逆に言うともう敵に憑依してレベル上がる敵キャラが4体放出されたので、多分ですけどお竜のコントロールもできないし、おお帰ってきた。今のパターン大体お竜死ぬけどな。正直お竜の死を覚悟してたんだけど、左下か、
でもう降りは敵見つけちゃうとこうやってもう敵に一心不乱になっちゃうので、左下の方から出口だー。オッケー、モンスターにやられて目が見えなくなったんです、助けてください。目薬草あげるよね。あ、目が見えるようになった、ありがとう。チュッね、力の限界が1ポイント上がったと。でとりあえず現状できることとしては、まずここにフーマの盾を置いておくことで、フーマの盾を、今後伸ばすため、まあ伸ばすといってもちょっと時間はかかる話なんですけど、伸ばすために今あれですね、状況的に言うと、フーマの盾はもう預けると、今回の冒険では使わないと。で遠投の腕はあとはじゃあ命の草飲んで、よいしょ、でイベント発生させていきましょう。よいしょ、納得いかん。先生、これで99個目の失敗作です。一番弟子の猿山よ。なんだお前は。人の屋敷に土足で。お主の持っているその壺、今まで見たこともない。ちょっとわしにその壺を見せてもらえんか。あの変幻のやつですね。どうぞ。なるほど。光沢といい手触りといい申し分ない。が、違う。はっ、しまった。いつもの癖で。いやー、参った参った。お主には悪いことをした。お詫びと言ってはなんだが、わしの新作が完成したらお主にやろう。また日を改めて来るがよい。わしはガイバラだ。黙っちゃうね、そりゃね。で、今ので壺がロストしちゃうんですよ、中身ごと。で、今のイベントっていうのが結構重要で、このゲームの醍醐味の一個である合成っていうシステムを解放するためには、ガイバラにまず壺を割られて、ガイバラに、恩がある状態、要はガイバラに、に貸しがある状態にしてあげると、次から山頂の町に来るたんびに、一個一個壺を作ってくれて、で、その壺が、一定のところまで行くと合成の壺が出るようになると。で、合成の壺が出ると、以後合成の壺が、出現するようになるという、仕組みとなっているので、まあ、そこの運びのこと考えてもね、今の変幻の壺自体は早めに渡しといた方がいいかなってところだったので、ね、盾、あ、金物じゃねえからダメなのか。ああ、じゃあ長巻き鍛えてもらおうかな。なので、その合成の壺はね、非常にまあ大事なアイテムなので、ああいう風に、変化のやつ投げといてもいいのかなと思ったってところでございます。それこそね、ヘビーな上級者プレイヤーさんとかだと話違うんですけど、私なんかは、ヘタの横好きで風来の試練やってるので、まあ、それで言うと、いかにして、なんていうのかな、なんかその武器とかも鍛えながら、クリアするかみたいなところの方に重きを置いて遊んでるので、本当に上手い人はね、最初の平の状態から最後のフロアまで行っちゃったりする人もいるんだけど、さーて、というわけでございまして、前回の記録が更新できるか。眠り山廃校でございます。まあ、お竜がいるので状況はちょっと違うかなと。よいしょ。もっと一旦早く攻撃してほしかったな。あー、デブ撃った。そうっすよね。よし、まあまだまだ薬草があるので、骸骨窓、おっと倍速、薬草飲まないでいけるかな。店か。今回はドラゴンキラー超欲しい。ドバだ。よし、さて今回はこうなってくると結構今回のショップは大事で、入れ替わりいりません、遠投いりませんで、変化ください。で、変化の壺にゴミ入れてってどうなるかだな。ドラゴンキラーな、喉から手が出るぐらい欲しいんだけどな、本当は。よいしょ。というわけで戻っていきましょう。骸骨窓を。よいしょ。で、骸骨窓を倒して。おお、頼んだ、お竜。頑張れ。よしよし。
刀プラス1、いいね。さあ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 、攻撃力上がりましたよと。あいつ邪魔くせえな。おりゅう頑張れ。えい、おりゅうの勝ち。でまだ HP あるね。ちょろいもんよっつってるから。さてさて、ちょっと走るのがこ、あれだな、どっかに地面掘る敵キャラがいるな。よいしょ。ちょっとこれは本当言うとあんまりケチんない方がいいのかな。さてさて、ただまだ探索が終わったとは言い切れる状況じゃないので、あーっと兵隊いた、頼んだ。で兵隊より倒してもらって、でおにぎりがあるから満腹度に関してはそこまでの心配はいらないのと、腐ったおにぎりはさすがに変化だな。よいしょ。棍棒も変化だな。命の草と入れ替わり、本当言うとね、残りのやつも入れてショップにかけちゃう、要はいらないものは売っちゃうって作戦もあるかなと思うんですが、これは先、あと骸骨窓で入れ替わって、よし、経験値も入ったので次行きましょう。9階眠り山廃校。竜が向いてる方向違うな。うまい、それはうまい。よし、で9%ね。また兵隊やりだ、やれやれ。お竜、よいしょ。あいつ強え割に経験値少ねえから損した気持ちなんだよな。よいしょ。骸骨窓はよいしょ、ちょっとだけ怖い。おっと吹き飛ばし、あー危ねえ。いけるか、さすがに。よし、ちょっと回復して、で大きいおにぎり。さあ、なんとなんだ、目薬青銅鉱。あー、木工の方が強いか。じゃあ変化に入れちゃおうかな。で識別の巻物いらねえな、頼んだね。基本的に女を前に出す、頼んだ、やる。で杉の杖、ん、モンスターにやられて目が見えなくなったザマス、早くヘルプしてくれザマス。目薬育ったわ、よかったな。お前どいて。わあ、闇袋。よいしょ、もう一回な。はい、あー目が見えるようになったザマス。ありがとうザマス。チュッ、力が1ポイント下がった。ミーは腕は鑑定士のカマヒゲというものザマス。腕を識別した時はミーに声をかけてくれザマスね。なんで俺の1回パラメータ下げてからそれをやったのかっていうね。でカマヒゲ、カマヒゲごめんな。た、うん、一時しのぎか。一時で、まあコマヒゲを生贄に捧げたことでちょっと杖の鑑定、ああ一時しのぎだね。さあ目薬草を拾ってと。さあ10階二面地蔵の谷にやってまいりました。ここは通るだけ。さあというわけで11階に参りましょう。断壁の岩、いやーまずいよ。一時しのぎ、あー左上だった。当てて、攻撃当てて。タコレプキンが先じゃなくないか、オリュウ。そう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 、待てよ、とりあえずちょっと HP 回復してレベル12。目薬草は変化だな。もうトドの盾いいですよ。重曹の盾、あのね、いい盾なんですけどね、満腹度の減りが2倍になっちゃうんですよね。でおにぎりはもう、あーまだか。あー頼んだ、おりゅう。ただねここら辺からね、おにゅう、おりゅうに依存するとねやられちゃうことがあるので、ちょっとおりゅうのね HP も喋りかけてね、気にかけながら進めていきたいところでございます。ショップ、壺のショップだ。ドゥーバー。
さて、壺のショップか。だとしたら、この変化の壺ぽい。で、これで一回回収して、で、傾いた壺、くびれた壺、ちょっとくびれた壺を押しますね。 OK、1回分使っちゃったのでお金払わなきゃいけないんですけど、背中の壺っていう回復に使えるいい壺があって、それを今たまたまゲッ、売ってるのが確認できたので、一番回数があるくびれた壺を買っときましょう。で、あとこれいくらだったっけ、1500円入れる。何入れようかな、鉄の矢で、これがなんだ、これ鑑定の壺か。鑑定の壺っぽい気がするな。待って、あとこれ背中って名前つけとかなきゃ。だとしたら鑑定の壺に入れ替わりのやつ入れて、あー、やっぱり、あ、場所替えか。やっぱりこれ鑑定の壺だな。合ってる合ってる。で、壺の中身を買い取ってもらって、なんでこのショップで、あぶねえ、ショップでうまく立ち回ると、まだ未鑑定のものとかをいろいろ処理できるんですよね。で、傾いた壺が見る、何も入ってません、識別の壺、これが保存か。危ない危ない危ない。これ出して、で、これは保存の壺なので、保存と。で、これは置いといて、よいしょ。というわけでね、まあ変化の壺の有効活用が終わって、なおかつ背中の壺が手に入ったので、背中の壺が力が下がったのが回復するのと HP が100回復するなんで、結構有用性はあるかなと。で、丸い壺、これトドの壺か。トドの壺って言って、目の前にあるアイテムを拾ってこれるっていうやつですね。で、まあ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 、お竜に行かせて、あー、迷子の子だ。この子を連れて十何階にある町に行けるか行けないかで大きくこのゲームの難易度が変わるというですね、結構重大なイベントに今遭遇しました。抜けたいっすね。ちょっと頼んだ、キグニ族はちょっとやってらんねえ。バーサーカーみたいなもんすね。錆びたー、セーフー、よいしょ。で、この杖は栗の杖なんだ。ちょっとここら辺で識別使っちゃおうかな、アイテム欄もあるし。不幸の杖か。ノロージョ、ノロージョはもう頼んだわ。ノロージョはですね、装備してるアイテムを呪ってきて、外せないようにしてくるっていうですね、ちょっと嫌な敵ですね。で、ちょっと待って、女の子が後ろの状態良くない。刀、さあ、ノロージョは無理だ、頼んだ。さあ、後ろにキグニ族いたね、危なかったね。キグニ族がね、怖いのが、その要はこっちが戦ってる時に、こっちが戦ってるやつのこと急に横から殴り始め、割って殴り始めて、それでレベルが上がるみたいな、そこがね、ちょっとね、結構管理が難しいところなんですが。で、ちょっと女の子いる件もあるので、早めに上がっちゃいましょう。さあ、三連の洞窟。さて、これ抜けたあたりだった気がするんだけどな。ただね、ここら辺からね、あ、間違えた、親父戦車っていう敵キャラが現れるんですけど、それがですね、範囲攻撃なんです。で、そいつのせいで仲間全部吹っ飛ぶとか全然ありえるので、サビよけの腕はですね、いた、ちょっと待てよ、女の子、待てよ、どうしよう、
そう、2ターン1行動なので、あのそこまで重くはないんですけど、とりあえず女の子も大丈夫だな。うわー、でもお竜か、お竜だったら、お竜と俺だったら別に、よし。あー、マジか。あー、待てよ。ダメだ、女の子もお竜も生存しない、これ。あー、待った、女の子だけ残った。もうお竜は絶対落ちるんで、あ、お竜死にましたね。で、ちょっと待った、ちょっと待てよ、そこでやると撃たれるだけだろ。で、背中を押す猶予はある。あー、素早さ上がってる。一時しのぎが正解だった。くそー、トド、せめて俺だけでも。ちょっと待てよ、左、いや、お前はやれる。うわ、癒しウサギいる。で、もう一発耐える。あー、パコレプキンが迫ってきてる。ナイスナイスナイス。いやー、俺モンスターハウス引くとは夢に思ってなかった。もうここまで来たら呪うぞもしょうがねえわ。盾が呪われた。そう、さてこいつだ。不幸の杖で一時しのぎ、薬草、一徹ならドラゴンで行くんじゃね。よし、あ、頑固か。あー、被害が多すぎた。正直被害が多すぎたよ。で、おにぎりと命の草、下手やりか。そうなんだよな、戦車がいるマップでな、あの女の子の生存の難易度が高えんだよな。まあまあまあ、こっからは自利品で頑張るしかない。重装の盾だ。まあまだ背中の盾がね、回数余ってるから、識別の巻物ばっか拾うな。お前あれだろ、持ってる方だろ。まあいいや。で、パコレプキンは、まあ、一回スルー。おい。なんだ？白紙の巻物。白紙の巻物はでかいかもしんないっすね。あぶね。白紙の巻物どこで使うかだな。よいしょと。さあ、これでまだ3連洞窟が続きます。背中の壺、熱いぞ。場所がいらねえな。でも、あーと、トラバサミ。HP が100に近いとこまで来てる状態での背中2個持ちは普通にでかいから。持つだろ。ふざけんなよ。どうなる？上に一徹がいるのは分かってるじゃん。あー、よし。あぶねー。
あ、そうだよね。で、まあ28ならまだワンちゃん頑張ろうぜっていうで、おにぎり食べて、いや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 、20本の木の矢欲しいっすね。刀いらないっすね。よいしょ。で、まあまあレベル2バッファがある状態で15回いきますか。ここにあの女の子を連れてきたかったんだよ。うちの子がまだ戻ってこないんです。どこ行ったのかしら。あー心配だ。これじゃ仕事もできやしない。ごめんな。テーブルマウンテンの中にも幻の村があるらしいんだがとかね、なんかいろんな話が聞けたりしますね。ね、宿屋ね、奇岩谷には辺境の村、下の森には有毒な生物がいるので、私はそれらから逃れるために岩場に張り付くように住み着いているのです。ワン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 。湿原には力の最大値を下げる虫や他にもいろんなことをしてくるやってくる生物がいる。健康には十分気をつけろ。だってさ、ね、これもね結構ね背中のツボがあるのでね、効き目はあるんですけどね。今回で言うとね、黄金のコンドルを見れば願い事が叶うって言うけれど、私の願いはささやかなもの。もう一度あの人に会いたいの。そんなに男前じゃないんだけど、どんな小さなことでも心にしみる喜び方をするなよ。私それが嬉しくて、あ、また会えたらね。黄金のコンドルを見ると夢が叶うね。その夢、叶う夢に対していろんな思いを馳せてる人がいるみたいですね。よいしょ。黄金のコンドルなんて名人さ絶対いるわけないよ。そんなことないもん、私信じるもん。こんな辺境になぜ住み着いてるのかと思うじゃろ。人間どこでも住んでしまえば都なんじゃよ。もっとも旅ガラスのお前さんには分からんだろうがの。主人は出稼ぎに行ってるので、私一人で家の面倒を見てるのです。そのせいなのか子供たちはわがままに育ってしまって、なんていうね、いろんなお話がありますが、ここら辺もね、あのクリアまでご案内ができた時にはね、ちょっとだけ繋がってくるのであの見せときましたと。さあ、というわけで飯食ってですが、このパラメーターかー、きついかもしんねえな。ただまあ力下げられても背中のツボで回復できるのが唯一かなというところでございますが、お時間がちょうどいいところでございます。というわけで今回の冒険はこの辺で、というわけでまた次回お会いしましょう。ここまでの私はヤガミンこと矢上ハイテがお送りいたしました。あなたに黒のいい風を。 See you next time. Stay tuned. Bye bye.